皆さんこんにちは、マックス村井です。今日はですね、今後どう考えてるんですかみたいなことについて話したいなと思って部室にやってきたんですが、ここで本当ね、実はこれ裏にホワイトボードあるんですよ。このグリーンバックの裏にホワイトボードが隠れてるんですけど、今しげさんがあのパズドラの動画とかを撮ってて、でこの後も撮りたいということで、このグリーンバックをね剥がすのまためんどくさいな、じゃあこのままキープしようって思って、で自分たちが普段ここに座ってやってるんですけど、こうやって開始の機材、あのモニターが映ってね、自分たちの画面どんな感じで映ってるのかが分かるような感じになってたりとか、生放送用の、 あのゲームの PC があったりとか、あとはこっちの奥に来るとニコ生とかやる時のスイッチャーとか、そういう生放送用の機材があったりとか、まあ備品が置かれてたりとか、まあこんな感じの部屋になってるんですけれども、本当であれば三脚で固定して喋ろうと思ってホワイトボードでいろいろ書こうかなとも思ったんですが、こういう状況だから、まあちょっとすいません、持ちで手持ちでやってるんですよ。だから微妙に手ぶれしてるかもしれない、それ申し訳ないんですけれども、まあこのまま話そうかなと。で、私普段社内でなんか新しいプロジェクトの話とか、次こういうことやろうって考えてるんだみたいな時って、だいたいホワイトボード前にして、でスタンディングで、まあみんなにこう座ってもらうか、立ち会議みたいな感じでバーって話すことが多いので、まあ立ちながらこうやって歩きながら喋るとかっていうのは自分的にはとても慣れてるというか自然な感じだから、まあこのままいろいろ喋っていこうかなという感じですかね。うろうろとしながら、まあちなみに今口内炎ができてて、12月の年末から1月入ってもう2週間ですか、半分ぐらい終わろうとしてるんですけれども、めちゃくちゃ生活が、あの不生活がなんて言うんだ、もうぐちゃぐちゃで、体調は中ぐらいの段階で安定して過ごせてはいるものの、その決していいわけではなく、なんか疲労困憊、疲労がこう隠せないというのが、まあ正直今の自分の体調です。なので、あの喋ってる時に微妙にこう噛んじゃったりとか、歯切れが悪かったりとか、その滑舌悪いみたいなシーンがあったら申し訳ございません、ちょっと許してください。まあそんなこんなで、マックス村井チャンネルの今後なんですけれども、そのリオナリさんとの思い出動画とか退職の動画とかの中でもいろんな話してたと思うんです。要するにここ1年ぐらい彼のまあ将来についてどうしようとかみたいなことを考えると同時に、まあ私の方の側では、まあ今後マックス村井チャンネルどうしようかな、どういう風にして運営していこうかな、どういうコンテンツを作っていこうかな、まあみたいなことをいろいろまあ考えながら過ごしておりました。でそんな中、夏前ぐらいですかね、ドッキリ動画をもうほぼ毎日1年半ぐらいかな、ずっとドッキリやってたと思うんですけど、それをちょっとだけペースを下げて、で私が一人でこう喋る系の動画、あの iPhone から iPhone の11ですね、その発売のタイミングから私が一人で喋る系の動画っていうのがプレゼン動画っていう風に呼んでましたけれども、バーって上がり始めるっていうのが今年の秋、あ去年の秋ぐらいです。であれはまあ単純に私の得意なジャンルじゃない、喋るのとか得意じゃないとか、あとは調べ物とか何らかね、膨大な例えば文献みたいなものを噛み砕いて要点だけをこうプレゼンするとか、まあそういったものは村井にとって得意なんじゃないみたいな話がやっぱりあって、で実際私自身もそれが得意だという自負も一定あって、であそこ目指すのいいんじゃないっていうことで、まあ挑戦をした。であとはまあドッキリ動画自身企画としてもう毎日やってたわけで、もう何百本上がってるわけですよ。で2週目にもなってて、私の感覚もやっぱり2週目的な感覚もあって、去年はスイカバーでこれをやったけど今年はスイカバーでこれをやりますみたいな感じに、やっぱり同じ環境だし同じメンバーだし、まあ行ってどうしようもないかなみたいなところも出てきたのかな、コンテンツの種類的にも。でまあ一丁頑張るかみたいな、分量的に半々にするとかいろんなバランスも考えたんですけれども、うちの会社は今全体の予算とか、人員とかもろもろこう考えた時に、その編集リソース、ドッキリ動画ってやっぱり編集リソース結構かかったので、そこをまあ削減しながら、でそれこそ当時アップバンク TV しかり、ひらがなアップバンクしかり、あっちの方にも、リソースを割こう分配しようとか、まあだからなんていうのかな、マックス村井チャンネルは比較的私が一人で喋る、まあもちろん編集とかサムネとか現場の立ち会いとかリオナリに手伝ってもらってたんですけれども、まあ比較的私にリソースを寄せてコンテンツを作って、でその他諸々をまあみんなに分散させようとか、もしくはその分散させる中で何か活路を見出せないかとか、まあいろんな考えというか思いがありましたわね、ありましたわね。まあそんな中、結局そこから数ヶ月トライをした上でどうなんだろうっていう、やっぱりトライアンドエラーってすごい必要だと思うので、トライアンドエラーの中で、やっぱりこっちの形かな、やっぱりこっちの形かな、やっぱりこっちかなみたいな一つの結論が、まあシゲさんだったらシゲシゲチャンネルだし、ハラミンだったらハラミンチャンネルだし、リオナリで言うとそのね、昨日の動画でも一昨日の動画でも言ってますけれども、退職をする、でその後業務委託で引き続きチャンネルの動画にまた戻ってきてもらって、作ってもらう、手伝ってもらうみたいな関わり、相方を変えてみたいな一つの会話出したわけです。
まあそれぞれのメンバーのね。じゃあマックス村井チャンネル、このチャンネルですよ、6年間やってきた。でこのチャンネルはどうしようか、で元々始まった経緯みたいなものとかもうちょっとだけ話をすると、ニコニコで降臨戦、パズラの降臨戦というものをやっておりました。それは月1でやってました。でそれが非常にこう好評をいただいていて、で2013年当時まだ日本でゲーム実況みたいなジャンルが YouTube にはそこまで来てなくて、でお誘いを Google さんから受けて、じゃあ YouTube でもやりましょうみたいなのが最初です。で私はニコニコが本当に番組制作の場、そのスタッフさんもいらっしゃったし、ディレクターもいらっしゃったし、機材とかもね、さっき見てもらったようにもうすごいものだ、これかなりミニマムなんですよ。当時そのアップバンクストア新宿とかいろんなスタジオでやってた時はこれの4倍ぐらいの機材とかでやってたんですけど、その番組制作的にテレビみたいな感じでやるのがニコニコで、でプライベートを発信するのが YouTube っていうのが私の最初の考えた切り分けでした。で YouTube はまさにプライベートの切り出しじゃないですけど、私の机の周りで起こってること、だから私も自分のデスクの中でこう仕事をしながら、ゲームをプレイするときはもうそのままゲームプレイするし、で周りにね座ってたみんなが、あ何やってんすかとか、どんな感じですか、いいっすねみたいな感じで覗き込んできて、だんだんメンバーになったメンバーもたくさんいるじゃないですか。動画に出るようになったメンバーもたくさんいるじゃないですか。そういうのとか、あとはお客さん来客があったりとか、いろんな打ち合わせやってるので、そのいろんな打ち合わせの中で、あこの人ちょっとおもろいなとか、ちょっと出てくださいとか、本当こうたまたまアップバンク覗きたいっつって会社に遊びに来た、修学旅行生と一緒に動画を撮るみたいなこととかも当時はあったりしたりして、あとはいろんなプロジェクトをやってたので、そのいろんなプロジェクトの中で、まあ、人間模様じゃないですけど、そのプロジェクトが世に出るまで、その製品となって世に出るまで、その過程を、まあ、ドキュメンタリーみたいな感じで動画で作ったりとかみたいなことが本当に初期の初期ですね。で最初の3ヶ月、このチャンネルが始まって最初の2ヶ月か3ヶ月は私が一人で撮って、私が一人で編集をして、で私が一人で動画を公開して、タイトルとかも全部決めてってやってたんですけど、それで間に合わなくなってきたのでリオナリを採用して、でそこからはリオネルにも編集とかをもうほとんど任せてやってたのが最初の3年ぐらい。だからその当時は、私もそうだし、私以外のさまざまな、会社、うちの会社の中のさまざまなプロジェクトの人たちが、村井さん一緒にこれちょっと宣伝したいんですけど何か一緒にプロジェクトにできませんかとか、今度こういうことやりたいんですけど何か企画できませんかねとか、そういったものをですね動画に日々発信しながら、私が撮りたいのものもやるし、リオナリはロケをやりたいとかね、いろんなことを言ってたので、じゃあちょっとロケ行ってみようかとかみたいな感じで、その関わる人たちみんなの、まあ、やりたいこととか、まあ、会社としてやりたいこととか、そういったものがこう動画にババ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 ってなってたのが最初です。でその後、その2015年6年、まあそれぐらいからですかね、そのある種マックス村井チャンネルの後半で言うと会社が上場したっていうのもあって、その情報のコントロール、内部統制的なものとか、あとはまあコンプラと呼ばれるものとか、まあそういったものに気を使いながらコンテンツを作っていきましょうということで、あの広々とした事務所の中で撮影をしていたところから、こうやって部屋の中にだんだん来たみたいな。まあもちろんその私の背景で仕事をする人たちが、機密情報みたいなものを扱わないような仕事であれば、まあいくらでも背景映ってていいんですけど、まあ万が一何かが映って、でそこからこう情報が何か漏洩しちゃうとかみたいなことはあってはならないということで、もういか何度いかいつ何時でも、ルールとしては背景に映る、パソコンにはもう全部モザイクをかけますみたいな。ただそのモザイクをかけるにしてもなかなかな大変なことで、一手間二手間やっぱりかかっちゃうわけで、でだんだんこういう部屋になってきたっていうのが、まあ後期、スタジオの場所で起こったことで、でそれ以外で言うとやっぱり会社として新しく新規事業とかもトライしなきゃとか、いろんな事業どんどん見出さなきゃということで、私がそっち側に結構時間を割いてた。ずっとメインを動画、1日の時間の8割9割を動画っていうところから、まあ3割4割はそういうなんか事業とか、いろんな会社との交流とかみたいなところに割こうっていうのが、その後半の時に差し掛かったぐらいのタイミングで、でその頃にはもうリオナリは編集のリーダーというよりか、もう完全に編集長、リーダーのもっと上ですかね、もうマックス村井チャンネルの編集長、どんな動画を上げるのか、どんな企画をするのか、編集に対しての責任者、もう編集に対してのクオリティの責任とかも含めて、もうお前だとでやってもらってたっていうのが、その後々の方です。
で特にその勢いがついたっていうのはもう本当に私が企画からも一定離れたぐらいですかね。まさにヒカルさんとのコラボで私がこうやって話した時、あれはもう2年半前でしょうか。ヒカルさんにインタビューを受けた時っていうのはもう時期的にね、日本縦断日本縦断とかここ数日の動画ではよく喋ってると思うんですけど、その日本縦断がその年の春に、終わったはずで、やっぱり数字的にも、もう一度復活というところまでね、なかなかたどり着けず、で私自身はもう本当にある種諦めの境地というか、諦めの境地ではないな、その諸先輩方とかいろんな人たちと話すときに、いや村井と何があってもお前は動画を更新しろと、そのマックス村井として、これだけ、やれてるわけだから、その負けちゃあかんみたいな感じで先輩方からもたくさん言われる中で、動画だけは絶対やめないとは思うものの、関わり方はもう大幅に変えたいなっていうふうに、もう私がこう気持ちがもうすごく落ち込んでた時ですね。まあそんな時にリオナリが言ってくれたのは、じゃあもう企画も含めて全部僕で、もう全部で、なんだろう、マックス村井チャンネルって本当にあんまり YouTuber、 ザ YouTuber みたいな動画の作り方をしていない会社だったので、その YouTuber っぽいこうチャレンジ企画とか様々な企画をもう中心としていろいろやりたいっていうのがあの夏以降で、それで生まれた企画がやっぱり踊ってみた、あの5分10分30分のあの踊ってみたチャレンジとか、ザ YouTuber みたいなもので言うと、その質問に答えてみたとかまあそういった動画があったわけです。でそういった動画の中では私はもう本当に出ることに徹し、カメラが向けられて、でお題として投げかけられればそれに対しても全力で取り組む。だから踊ってみたとか本当にいい例だと思うんですけど、その踊ってみたやると私はもう2日間ぐらいは筋肉痛だし、もう汗やばくて T シャツとか靴下とかももうびしょびしょになっちゃうんで、毎回着替えを持ってきてましたね。踊ってみたとかを今日やるよってなった日にはずっとこう持ちながら歩いてたけど、歩く方はいいんだけど手がちょっと疲れる。で、まあそんな時代がありました。で、そんな中、ドッキリってなったら、まあもっとわかりやすいですよね。そのもっと一つに特化してるし、もっと一つに集中してるし、そのリオネリも言ってくれてたように、その私のリアクションだったりとか、彼らの仕掛ける様であったりとか、様々なものがグッとフィットして、コンテンツとして面白く仕上がるみたいな。まあ一つの、なんだろう、いろんな挑戦を、踊ってみたしかりね、いろんな挑戦をやった中での一つの回みたいなものにたどり着いたみたいなのがドッキリだったと思っています。でただちょっと前に話したように、そのドッキリばっかりをやるっていうことがまあいろいろな事情でちょっと継続できないかなみたいな時に、じゃあ私が得意なものなんだろうと、喋りじゃないとかみたいなのがその後のプレゼンの流れですね。でそのプレゼン、今私そんなに喋るとか毎日のように上げてるわけではないと思うんですけど、その一人でカメラと向き合って、で今日何喋ろうかなみたいなものを企画をして、考えて探して考えて、でこれだったら自分のこととして喋れるなみたいな感じで何喋ろうか大体構成をして、でもう一発撮りで喋る、あれがその私の喋る動画だったんですけど、あれは非常に面白くてですね、自分自身に対してそのこれまで本当考えてなかったようなこととか、本来私っていうのは何がしたかったんだろうみたいなこととか、まあどう生きていきたいんだろうかとか、そういったものを本当にこう考えさせられるというか、向き合う時間にもなったんですよ。っていうのはこのテーマだったら喋れるよねとかね、例えば iPhone11 新しく出るみたいな、そんなんもう何にもなくてもバーって喋れるわけ、いくらでも。でただ iPhone じゃないことで、働き方についてとか、生きる時に例えばストレスが溜まった時にはどうしたらいいんだとか、そういう話とかは実体験があれば全然喋れる。そのネットとかでね、みんなどんなこと言ってんだろうとか、社会的にはどんなことになってるんだろう、ざっと見た中で、ああなるほどと、世の中一般的にストレス解消っていうのはこういう感じでみんなやってんだみたいなものを勉強した上で、ただ私の場合はこれとこれいらねえな、これは別にありかな、で逆に入ってないけど私はこれが効くと思ってんだよみたいなものをこう組み立てながら喋るっていうのはすごくできたし、よかった。でただ毎日喋ろうみたいな、まあ最近その喋る系の動画って一定こう流行りつつあるじゃないですか。その喋る系の動画をじゃあ毎日撮ろうみたいなことを考えた時に、実は私は苦戦しちゃったんですよ。苦戦した理由っていうのは、毎日日々起こるニュースとか、様々な出来事とか、もしくは社会で働く上で取り扱うべきその根本的なテーマとかね、そういったものの中であんまり自分の中でこう実体験にそぐわないというか、なかなかこうマッチしきらないものみたいなものが結構出てきて、で多分喋ることはできたんですけど、その喋る時に自分の実感とか、まあ言ってしまえばこうある種魂みたいなものとか、もう本当に伝えたいと、これをこの動画を見たことがきっかけで誰かが良かった、救われたとか、人生変わったとかって、まあ大げさかもしれないけど、何らかの影響を与えたくてやっぱり動画を作るから、
その自分があんまりこう実感値が持てないテーマに対していろいろ調べて、あ、こうやって構成できるんだな、でこうやって話せばいいな、話としてもまとまりがいいなみたいな感じで、それをバーってこう喋りましょうみたいな時にね、同じノリで喋ってはいるつもりなんですけど、その動画見ても同じようなマックスぐらいがまた別のテーマで喋ってるだけの動画なんですけれども、自分がそれをこう見た時に、いやこれ別に私じゃないんだよなみたいな、なんか誰かに喜んでもらいたいとか楽しんでもらいたいとか本当幸せになってもらいたいとかみたいな感じで、やっぱりテーマ選定したりとかためになってほしいとかね、いろんな理由でテーマ選定するわけなんですけど、日々トピックをどうしようかとかね、そのどうやって深掘りをしようかとか諸々を考えた時に、なんか自分じゃねえなっていう気持ちが、正直後半何本ぐらいだろう、 2,3 週間ぐらいかな、経ったぐらいからやっぱり湧き上がっては来ていて、新しいことに挑戦するときってとりあえず限界まで吐き出すまではやらないとダメだって思ってるんです。今日このテーマを話すときにトピックとして3つ盛り込みましょう、1個の動画として。いやもったいない、3本分の動画になるんだから分ければいいじゃないですか、1トピック目で1本、2トピック目で2本、3トピック目で3本、そうすると3日分の動画になるから、じゃあ次は4日目の動画を考えればいいじゃんみたいな発想とかあると思うんです。で私はただそういうのが結構嫌で、話せるんだったらもう1本の動画の中でもう全部限界まで吐き出しちゃおう、でまず空っぽになってからやっと考えよう、だからネタもストックをするとか溜め込むとかじゃなくて、もう出せるものはもう全部出しちゃって吐き切っちゃって、自分がもう出せるものがゼロになって初めて壁にぶつかるわけだと、壁にぶつかると思うんですけど、壁にぶつかる時間をできるだけ早くして、でもがき苦しみ悩み、それを突き抜けることができて走り続けるっていうことができれば、それは自分の勝ち。ただ壁にぶつかった時に、私はもう早く壁にぶつかりたかったから、その自分がよりみんなに伝えたいみたいなことを一気にバーってやったんですけど、壁にぶつかった時に私が悩んだことっていうのは、いろんなテーマについてバッて構成して自分なりに喋るみたいなことをこう続けるという行為に対して、その話の一個一個の中に自分の経験がないものとか自分の実感がこもってないもの、まあ魂がこもってないものとかをこうトークスキルだけに物を言わせてバン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 ぶつけていくみたいなことが、自分の魂とねちょっとね心とねちょっと分断を感じちゃうような気持ちが湧き上がってきて、でちょっとそのプレゼン動画に対して、なんかもちろん喋りたい時がある、喋りたいことがある時はもうバンバン喋ればいいと思ってるんですけど、そのそうじゃない時とかに無理にテーマを探して、無理に構成考えてで喋るべきなんだろうかっていうところで、自分はちょっと一回ぶつかっちゃったっすね。でその根本にあるのは、そのマックス村井チャンネルっていうのが、その私個人が YouTube チャンネルをやって個人として生計を立てるためのチャンネルだからっていうものではなくて、まあ会社でやってるものだし、その組織として、まあ事業としてどうやってたくさんの人をまあ巻き込んで、でたくさんの人と楽しいことをやって、たくさんの人をこう魅了して、なんだったら一緒になってまた飲み会をするなりね、お会をするなりね、なんかそういう循環を作るための、もちろんビジネス的な意味も込めて、その循環を作るためのツールとしての YouTubeだから、 YouTube の動画が全てではなくて、やっぱり私の中で Twitter の動画、まあ全然やってない人間が何を言うんだって話なんですけど、まあ Twitter の動画しかり、TikTok とかの動画もしかり、まあそれこそアップバンクで書くブログ文章、そのテキストの記事もしかりですけど、その私にとって何か発信をするっていう時は、やっぱりこうやりたいこと、事業、みんなを巻き込んで何かたどり着きたい場所に向かうに必要なこととかね、そういったものがありきでの発信っていうのが、やっぱり自分は一番力を発揮するなぁと。あ、これは新しい体制になる、自分がもう一度マックス村井チャンネルをゼロから立ち戻ってゼロからやっていくんだみたいなことにことを考えた時の話ですよ。結局その自分は動画を撮りたいんだっていう、もうまさにあなたはザ・ YouTuber ですねと、 YouTube のために生まれてきたかのような、もう YouTube の申し子ですねみたいな、その才能の塊みたいなクリエイターってたくさんいるじゃないですか。なんか私はその動画を撮るっていうことのモチベーションがそこじゃないな。もちろん好きなことで生きていくとか、いろんな話は前提としてあるんですよ。私は仕事は楽しくあるべきだってすごく思ってるから前提としてあるんですけど、動画を作るという行為自体に対して、なんだろうな、そこが私は一致する人間ではないんですよね。だからなんて言ったらいいんだろうな、そういうことをこう考えながら、このチャンネルをどうすべきか、どうあるべきか、まあもちろんなんか高いね理念とか理想とかそれに沿う動画しか公開しませんみたいな話だと、もう結局がんじがらめになっちゃうし、逆にルールたくさん作っちゃって面白いことなんか起こるわけがないので、自由度は全然高めては今後コンテンツは作っていきたいと思ってるんですけど、そのコンテンツ、様々なコンテンツを作るにあたっての自分自身の軸っていうのは、やっぱり会社として何
何がしたいか、どこに向かいたいか、事業としてどういうものを実現していきたいかとか、そういうものの、まあ、付随するものとか、そういう事業の軸、会社としての軸、自分が人生かけてやりたいことの軸に対しての加速、ブースト、その追加される、搭載さ、追加で2期目3期目って言って搭載するエンジンみたいな位置づけに、YouTube しかり、そういう各種 SNS はなってほしいな、まあ各種 SNS はそう使うべきだって自分自身が思ってるから、それは YouTube 始めた初期から、まあニコニコで降臨戦とかやってた時からもうそうなんですけれども、そこはもう6年7年やってても変わらないので、まあそこだなというのをすごく考えていてですね。で、じゃあそういうことを考えた時に、そのこれはね、 YouTube の話だけじゃなくなってくるんですけど、アップバンクって何なんだろうみたいなところにももう一回立ち戻っちゃう。メディアとして日々記事を書いて、でゲームの攻略を書いたりとか、いろんなニュースを書いたりとか、まあその情報系のメディアとしたら、もう普通のもう当たり前のようなことをトライしている。で別にアップバンクはどうじゃなくて、もういろんなメディアがやっぱりみんなそう、そこにやっぱりライターさんがいて、自分たちの好きなことを記事を書いている。でただそれらの事業体に対して、なんだ、どう、まあ私もね、完全に動画専任みたいな感じで、動画とそのアップバンクとそんなに関係のない、まあ新規事業みたいな感じでここ数年時間使ってたんですけれども、その動画とどうやってもう一度ね、さまざまな事業というか、いろんなものをこう絡み合わせていくかとか、仲間作りをどうやってやっていくかとか、そういったものをですね、まあ非常にこういろいろ悩んだ年末であり、年始であり、まあ年始も本当に動画そんなに更新してなかったんですけど、サボってたわけじゃなくて、本当に散々いろんな人たちとミーティングしたりとか、いろんな時間を使ってたわけなんですけれども、そんな中でやっぱりずっと頭の中にありましたよ、 YouTube マックスムネチャンネルをどうしよう、どうやってやっていくのが自分自身にとっても楽しくて、で関わるみんなにとっても、楽しくて、まあもちろん関わる人たちにとっても同じ方向性で向かうからこそ楽しんでもらえるわけで、そういう話し合いも当然別途しないといけないんですけどね。うちの会社はこういうことをやりたい、こういうことに向かう会社なんだから、動画としてこういうことを発信したいんだ、そこに対して自分たちのまあミッションというか、ゴールを設定しようみたいな話は当然しないといけないんですけど、そういうことをねずっと考えておりましたっていうのがここ最近の話ですかね。じゃあマックスムネチャンネルの方向性って何なん、結局何なんみたいな話になると、その私は一言で言うのがとても難しいなと思っていて、まあ最近また Vlog みたいなものも一定こう支持されたりとか、市場としてまあそういうコンテンツも認められつつあるような、一周回ってそんな昨今だと思うんですけど、マックスムネチャンネル、本当初期のマックスムネチャンネルって多分そんな感じの動画が多かったと思っていて、で私は改めてですが、本当に初期ぐらいのマックスムネチャンネルのようなノリにしてコンテンツを出していきたいかな、まあそれが方針なのかってもうちょっと分かりやすく言ってくんないって声たくさんあると思うんですけど、本当なんか初期ぐらいの感覚に、自分自身の感覚ももう一回戻したいかなみたいな感じですね。まあそうなってくると、動画を作るっていうことが第一の目的というよりも、何かをしたいんだみたいな、そこの軸があって、それを目的として発信をしていく、仲間をまあ集めていく、いろんな人たちとの交流の中でコンテンツを作っていくって話になってくると思うので、じゃあそれが相手が誰なのとか、じゃあ一体事業としてどんなことを目指したいのとか、そこら辺はそこら辺でまた別途ね、どっかの機会で話せればと思うんですけど、そこら辺もちゃんと再定義というか設定しないといけないなみたいな感じで、実は結構壮大な、自分の中ではね、ちんけな話じゃんみたいな感じだと思うんですけど、なんか自分の中では割と壮大なこの2020年から始まる次の10年、まあ次の10年ですよ。この次の10年をどのようにして生きていくのか、どうなりたいのか、どういう人たちと仕事をしたいのか、そういったのをね、すごくいろいろ考えるような時間でございました。だから、ごめんなさいね。マックスムネチャンネルの方向性って何なんて言われたら、まあ要するに、まあまだそんな定まってないってことですねっていう理解でいいと思います。結論で言うと本当に申し訳ないんですが、そういう結論でいいと思います。今もね、もういくつか動画を撮り始めてて、だんだん上げていければと思うんですけど、その普通にこういう動画もこんだけ期間空いちゃってるし、なんか休んでるから、一周回って逆に期待を持たせちゃったりとかしてたら本当に申し訳ないんですけど、あ、一周回るのかと思いきや一周も回らずに従来通りにこんな同じようなコンテンツも上げんのねとか、あ、逆にこういうコンテンツも新しく上げるんだとか、まあいろんな意外性も含めて持っていただけるような
今後になるんじゃないかな。でその中で自分の中にもいろいろ試しながら、あこの形が結局一番回るねみたいな、毎日継続できるのはこの形だねって自分の中でも見つけたタイミングでガッとそこに行こうと思うんですけど、それは今まだ決めてないかな。本当は多分そのプレゼン動画みたいに自分がこう喋るテーマを決めてまとめて喋って、でそれをもうずっとこう自分的にもそれが好きで継続的にいろんな情報をもうまとめてボンまとめてボンまとめてボンみたいなことを繰り返しやることが自分の中ですごい楽しくて、それが本当にやりたかったことだって合致してたら多分毎日ずっとそういうプレゼン動画とか上げてたと思うんですけど、かつねあの形式っていうのは本当に私が自分で時間をどっとこう投下するだけなので、意外とスピーディーにその編集で2日かかるみたいな話でもなく、意外とスピーディーにタイムリーに日々のこととかね世の中で起こってることとかをバンバン届けれるみたいな利点もすごくあるんですけどね、まあそういうこともできたらいいなとは思うけれども、まあしまいのない感じになってしまいました。ここ1ヶ月弱ぐらいかな、こんなこと考えてたよと今後こんな感じでしていきたいよっていうのが、まあふわっとちょっと伝わっていただけると嬉しいかなというところで、この動画はもう大丈夫です。なんかそうですね、皆様にちょっとお願いができるとしたら、今あえてこんなコンテンツがいいんじゃないとか、こういう風な形になっていったら楽しいんじゃないとか、なんかアドバイスと言いますか、お声いただけるととても嬉しいですね、とても嬉しいですね。ちょっと改めてなんですが勉強させてください。そもそもマックス村井ってのはどんな人なんだみたいなことって自分で思ってるのとね、みんなが見てくれてるものってやっぱり違うところ差みたいなものもたくさんあると思うし、そういうのも含めてコメントとかでいろいろとお寄せいただけると私はすごく、嬉しいです。すごく嬉しいです。ちょっと読ませていただいて勉強させていただいて、でまあもう一度リスタートみたいな、まあ新鮮な気持ちで、取り組んでいければと思っておりますので、はいかな、以上です。ちょっと長い動画になってしまいましたが、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひ皆様お声お寄せくださいませ。お待ちしております。楽しみにしております。さよなら。